このままにしておきます、ね、とりあえず今回はこのままにしておきます、ね、そうだね。どれぐらいまでいってる？これ限界ですね。いいよ。合わせるだけでこっちが奥押し込んでないからこの2つめっちゃ飛び出てます。こっちどれぐらいとこっち側の壁が取り付けられないくらい外す。ちょっと外さないとダメです。すいません。マジで。いやでもいいよ、キョウちゃん。そっち切ればいいから別に。こっちここで問題ないじゃん。はいはい、いいっすか。あ、いい、全然いい、ね、いくらでも切ろうと思えば切れるから。あっちの壁入れられる段階で見ればいいよ。今日は別に止めちゃっていいよ。しちゃいますよ。うん、なんかこれ見て、ここ一切止まってないからか、こっちが、うん、ここが止まってないっていうのは止めてもいいような気はしますよ。こっちも止めてないの。ええ、一個ずつくらい真ん中にやります。そうだね、あれここ止まってないな。下全部ドリルも開いてないところもあるな。真ん中一個でいいですか。いいよ。なんかこっちの方が止まりやすいんだけど、気のせい？うわ、どうだろう。ご飯食べたからかな。パワーが出た。パワーが出た。あれ。危ない。こんなもんすか。うん。ギリギリ両側隠れてるかなくらいですけど。いいんじゃない。ここはもうしょうがないでしょ。もうちょっと左。もうちょっと。感じじゃないですか。やっぱり最後。はい。どうですか。はい、した。すげえ穴開けちゃった。
ね、よし、照明入れるか。そっか、照明入れて止めるわけです、ね、もっと上げる？上げられるなら上げた方がいいんじゃない？なんか下に入れないと上げらんない。ちょっと待って。あれ？ん？ここ。ね、これいらない？あ、いいね、それでいいよ。これ字の塗んなくて大丈夫？一応塗る？塗る？こういうような状態ってことですよね。まあでも縦にそのまま打ち寄ってもいいよ。こうすか、うん、コード潰れちゃうからちょっとあれかもしれないですけど、なんかコード出す分だけ削る。そこキューチンズして浮かして、ほんのちょっとだけここ少しこう削るだけで、くぼみ作って、うん、くぼみ作ってコードの分だけ。これにすればいいじゃん。そうですか、うん、大丈夫でしょう。おー、いい感じ。すごい、しょうちゃん。大丈夫？大丈夫そうです。ドリルじゃなかった。193で大丈夫？これぐらい197くらいあった方がいいですかね、うん、このくらいまで、うん、ここの分どうします？そっからなんで、ちょっと入れるかこれ。うん、ちょうどだもんですね。じゃあ止まんないでしょ、ちゃんと、地のテクトを塗ってもらってる間にこれ釘抜いて、抜いたり、うん、入ろうか。これじゃ巻き込めない、下ギリギリです。いいよ、これくらいの限界で、うん、こっちから止める。ここで巻き込む、巻き込んで足りますか？足りないですか？これでいいかな。
とひどいぞ。影響しちゃう。ちょっと待ってくださいね。じゃあこっちだけ止めて、そっちは仮でいいよ。ここがホゾ飛び出てるの一箇所あるだけなんで、どう止めようかな。こう止められれば。キュウちゃん手気をつけて。いやいや、切る。また切るよ途端で。一応こっち止めないで、そっちだけ。そっち仮止めで少しやっとこうか。でも。そうですね。これで役目を果たしてくれりゃいいけどね。まあ少なくとも虫除けにはなるんじゃないですか。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。